こんにちは。ローニンプーです。今回ですね、ベンダー様に商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。オートバイ用のスマホホルダーのワイヤレス充電アダプターになります。取扱説明書、両面テープ、結束バンド、バッテリーからの電源ケーブル、ワイヤレス充電のパッドになります。USB ですね、コネクタになっています。このセットですね、防水になっています。バッテリーの方からですね、電源を引いてきまして、そしてこの USB のコネクタをですね、えー、接続してですね、今現在お使いのですね、スマートフォンホルダーにこのパッドを取り付けるだけでですね、ワイヤレス対応になって、スマートフォンからの充電用のケーブルをですね、使わなくても、今のお使いの スマートフォンホルダーーがワイヤレスス充電対応ににななるというものになりますスマートフォン用のです、ね、USB 端子がハンドル周りにあるようであればです、ね、ちょっとここをです、ね、加工してあればあ既存のものに取り付けてそのまんまワイヤレス充電化することができますただし防水には対応しないので、えー、もし防水をきっちりとしたいという場合はバッテリーの方からです、ね、このケーブルを使って設置していただければというふうに思います ラウマウマントこれ、よくお使いになれている方いらっしゃると思います。こういう向きで付けられているのか、こういう向きに付けられているのか分かりませんけども、まあ、どちらであってもですね、これ、両面テープになっているので、ここにペタッと貼り付けるだけでですね、ワイヤレス充電のスマートフォンアダプターに変身することができるんですよね。はい。これね、とてもね、今、付けているものを付け直しすることなくですね、これ、ペタッと貼るだけでワイヤレス充電できるっていうことで、とてもね、 いいんじゃないかなというふうに思います。別のタイプのですね、スマートフォンホルダーになりますけども、こちらの方もですね、こういうふうにペタッと、ペタッと貼り付けていただくだけでですね、今現在お使いのどのようなタイプであってもですね、ワイヤレス充電化することができるんですね。注意しなければいけないのはですね、若干この厚みがあります。奥行きっていうところですね。ここがですね、若干手前側に来ますので、ちょっとそこだけですね、 注意していいいただく必要があるのかなという,ふうに思います今現在ですね、オートバイに取り付けて使っておられるスマホアダプターがですね、ワイヤレス充電化、簡単にできるということで、オートバイの乗り降りの時にですね、ケーブルの抜き差しをされていると思うんですけども、そのケーブルの抜き差しから解放されるということで、もうこのパッドをですね、取り付けるだけという、至って簡単な仕組みになっています。はい。実際にですね、このような、あ マウントの方にですね、取り付けてみて、オートバイの方で、えー、接続できるかどうかですね、確認したいと思います。ご覧ください、どうぞ CB400 スーパーボルドルの方に取り付けてみました、このように付けています。はい、ここですね、もともとのラムマウントですね、ラムマウント、ラムマウントのところに、えー、ワイヤレス充電パッドですね。 取り付けてみましたそして、えー、私の場合はここに USB のソケットがあるのでここにですね、えー、挿しました、はい、ちょっとここを加工してますけども、はい、こういう状態ですねはい電源を入れました、はい、ではですね充電できるかどうかですねやってみたいと思いますはい充電が始まりました取りますはい充電が終わりました はい、オープンやります。はい。充電始まりました。はい。はい、外します。はい。で、また置きます。はい、充電始まりました。本当に。はい。いかがでしたかいいでしょう簡単に、今ですね、オートバイにお気に入りでお付けになられているスマートフォンホルダーを脱着することなくですね、このパッドを貼り付けるだけで、ワイヤレス充電化できます。これは本当にね、ええもんです。 はい。いかがでしたでしょうか参考になりましたでしょうかそれではまたご覧になってください。さよなら。